ていた可能性を否定してはおらぬぞ。ベッドの下にでも隠れれば、死体をどこかへ運び出すのはできないことじゃない。しかし、それじゃ施錠ができない。わざわざ手に入れたマスターキーをここへ置いてっちまってる。そうだ、忘れてた。この部屋の本来の鍵である使用人室の鍵はどうなっている？それなら使用人室の奥のキーボックスに収められているぞ。使用人室の鍵は数本あるが、そのすべてがキーボックスに収められているってことは、ジェシカの部屋の鍵の時と状況は何も変わらないってことか。使用人も便利なマスターキーがあれば、不要な鍵はわざわざ持ち歩かないもんな。キーボックスにしまわれっぱなしになってるのも納得だぜ。その他の条件も何も変わらぬ。出入りは唯一の扉と唯一の窓から以外は不可能。ゆえに隠し扉などの不正規な出入り手段は否定される。喜べ名探偵ども。そしてそれらはいずれも施錠されていた。扉も窓も施錠時にはいかなる出入りも許さない。つまり施錠を維持したまま扉を外す、隙間を作ってすり抜けるなどなどは通用しないということだ。当然だが、扉の解錠は使用人室の鍵とマスターキー以外は不可能。毎回これを読み上げるのも面倒だの。今度これをまとめて一言に略す言葉でも考えよう。だがこの部屋に誰かが隠れていたことは復唱できねえだろ。しかしそれだけでは密室の扉が破れない。ああ、くそくそ、ダメだダメだ、全然ダメだ。お得意のチェス盤をひっくり返すとやらはどうした？自慢の陳説をぜひ披露してみよう。チェス盤をひっくり返す。俺が犯人ならどうする？死体をどこかへ運び出す。手紙を残す。内側から鍵を閉める。ここから何かの方法で部屋を脱出すればいいんだ。くそ、そんな方法はあるのか？扉と窓以外からは外に出られないと赤で言われちまってる。あ、ベアト、復唱要求の前にお前の言う隠し扉の定義を確認したい。何を思いついたやら。よかろう、説明する。隠し扉とは知らぬ人間が認識できぬ出入り口のことであろうが、そんなこと子供でも知っておろう。つまり部屋の外に出られなかったらそれは隠し扉じゃないってことだよな。ほう、そうきたか。俺は犯人は密室から抜け出したものだとばかり思っていた。違うんだ。犯人だって密室から脱出できなかったんだ。だから隠れてやり過ごそうとした。
ようやく見えてきたぜ。喰らえ、ベアト！負傷要求！この部屋には、俺たち以外の誰もいない。俺たちってのは、俺、ジョージの兄貴、マリア、ローザおばさん、ゲンジさん、ゴーダさん、シャノンちゃんのことだぜ。どうだ？言えねえだろ。痛えとこ疲れただろ。拒否なら拒否と言いやがれ。次行くぜ、気象要求。この部屋には、お前たち以外は存在しない。お前たちの定義とは、バトラ、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノンのことを指す。ジェシカの部屋に話を戻す。ジェシカの死体発見時、ジェシカの部屋にいたのは、バトラ、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノン、熊沢、南条のみだった。おっと、死体のジェシカももちろん含む。よって、ジェシカの部屋の件、そしてこの使用人室の件の両方について、そなたが認識していた以外の人間は、存在しない。誰も隠れていない。さらに言おう。扉は鍵を使用せずに、外から施錠する方法は存在しない。窓については、外からはいかなる方法でも、施錠する方法は、存在しない。ついでに言おう。そなたは無能だ。バカ野郎。それじゃ、本当に、道じゃねえかよ。せっかく思いついたのに、お前が隠れていたんなら、すべて説明がついたのに、トリックを打ち破れたと思ったってのに。くそ。したのだ、後ろ宮バトラー。魔女を否定する気で満々だったじゃない。そんなところで這いつくばって悔し涙を絞り出してどうしたんだい。ああ、それはとっても素敵な方法。わらわを笑い転げさせて笑い涙の海で溺れ殺してやろうというのは確かに素敵。実はそうなんだろう、わらわを笑って笑って笑い殺してやろうって手なんだろ。後ろ宮バトラー。何が魔法だ。魔女なんて絶対に否定してやる。お前なんて絶対に信じない。魔法の力でみんなを面白半分にいじめ殺してるなんて絶対に認めねえ。なあバトラー、いじめすぎて悪かった。わらわ側からチェス盤をひっくり返してやるぞ。お前に代わってお前側の最善手を教えてやるよ。聞きたい？
ふざけんな。聞きたくねえ、聞きたくねえ。ジェシカの部屋の件、そなたは実に良いところをついていたのだぞ。隠れてやり過ごそうとした。これは実にいい着眼だった。だがなぜそれをカノンと19人目のわらわにしか考えなかった。そうか、隠れてやり過ごすの隠れてが邪魔だったから考えが至らなかったか。ほーら、もうわかるだろう。ジェシカだよ、ジェシカ。もグルなのよ。そして剣士をした南條もグル。ならば第三の密室など茶番だろうが。そして永遠の忠誠を誓ってわらわの靴を舐めるがいい。わらわを認めれば全ての謎に決着がつく。わらわの力をもってすればどのような密室も生み出す、そして打ち破れる。バトラー、力ある者に屈服する喜びに身を委ねたくはない。そなたはわらわの一番のお気に入りの家具にしてやるよ。そなたを愛して愛して灰になるまでわらわの玩具にしてやるよ。これではっきりしたわ。もう疑いようもない。は？と言いますと？あなたたちが死んだ死んだという二人はここにいない。そしてベアトリーチェからの手紙があり、親切にも死体は持ち去ったと告白してくれている。そういうことよ。もう茶番は飽き飽きしたわ。茶番ってどういう意味ですか？
私はジェシカちゃんの部屋で言ったわ。信用できるのは自分自身だ。死体となって見つかった者以外いないってね。そして死体が見つからない以上、あの二人が殺されたことを認めるわけにはいかない。待ってください、ローザおばさん。それはどういう意味ですか？南條先生と熊沢さんは死んでないわ。生きている。殺されたということにして、この屋敷のどこかに隠れてるのよ。私たちを襲うためにね。なんでそんなことがわかるんですか？郷田さんたちが嘘をついているというんですか？ローザ様、この郷田、いえ、後宮家使用人一同、誓ってそのようなことはいたしません。あなたたちは、南條先生たちは殺されたと言っても、死体がない以上、それを信じるわけにもいかない。あなたたちが口裏を合わせてそういう嘘をついている可能性があるもの。あなたたちの無実を信じる方法はちゃんとあるわよ。南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら、私はあなたたちの話を聞いてみようという話にもなるわ。でも見つからない限り、あなたたちは狼であることを否定できない。あんたも、あんたも黄金に目がくらんで、あの魔女に買収されたんでしょう。そんなに金が欲しい？そうなんでしょう。一生遊んで暮らしたいの？そんな人生に何の価値があるのよ。王座様、私たちは、そんな。黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。10年の恩を受けながらそれをあだで返すなんて、容赦なく引き金を引くわよ。ローザおばさん、それは暴言だ。この部屋で殺人が起こった。そして犯人が死体を持ち去った。彼女たちはそれを正直に申告しているだけだ。ローザ様、確かにこの郷田はお勤めして日も浅く、信用を勝ち得ていないのは分かります。しかし、せめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。彼女は10年間も後宮家に奉仕を捧げて参りました。この郷田を信じろとは申しません。せめてシャノンさんだけでも信じてやっていただくわけには参りませんか。南條先生と熊沢の無実を